どうもどうも、オクチャンネルだー。今回なんですけども、第546回ロット7当選結果見ていきたいと思います。で、はい、と今回なんですけども、17億円のキャリーオーバーを抱えた状態のロット7、非常にね、テンションがこうグイグイとね、上がっている状態ではありますが、はい、まあとはいえ、まあ当たる当たらないって、まあ難易度とかもねあるんですけど、まあ買わないと持ち物当たらないですし、当てたいなー、当てたいなーと思いながら、まあ毎週買わない方なんかもねいらっしゃると思いますけども、まあ一口300円でございますから、まあ本当運試し程度に、別に一口、なんだったら二口程度、遊びで買うっていうのも一つ僕ありだと思いますし、そういう方の方が案外当たったり、最近ついてないな、最近やってらんないな、みたいなね、時に、別にね、そこではついてないかもしれないけど、宝くじはついてるかもしれないし、他のことでついてるかもしれないし、ということで、まあ人生楽しむためにもね、なんかちょっとこう、別に宝くじじゃなくてもいいんですけど、なんかやるっていうのは一つ面白いことだと思っております。では早速ですね、当選結果見ていきたいと、あわや企画選金、はい、行きましょう。今回ですね、546回当選番号、まずここ見ていこうぜということで、こちらでございます。はい、当選番号7、14、17、28、33、35、36、ボーナス13、そして27でございます。はい、出現の方としましては1、10、10、20、30、30、30ということで、ちょっと30番台多めでしたね、久しぶりですね、というところでございます。そして奇数偶数割合なんですが、奇数偶数ということで、今回まあ奇数強めだねと。最近ちょっと偶数の流れあったんですけど、なんか、うん、ここで来たかと言わんばかりの、雰囲気だなという雰囲気ですね。で、まあ当選番号の特に30番台、僕前回ね、解説動画で申し上げましたが、まあ要は一つの桁を半分に考えましょうねということで、前半グループ、後半グループの組み合わせ大体多いし、どちらかが2つ出てることが多いんだよということで、まあ今回35と36、そして33の前半1つ、後半2つと。いう形で、やっぱりそうだね、というところでございました。まあ、このあたり、まあ、また追ってこれからね、見ていきたいんですけども、まず先に解説させていただきたいんですが、こちら。前開催分の列ごとに見たトップ5だったらどうだったの？教科書的には良かったの？まずですね、1列ごと、各1個ずつ抜いていたとしたら、77、28、35、そしてボーナス13ということで、5等は狙えますぜ、というところでございます。では、全体像だったらどうだったの？7、17、28、36、35、そして13のボーナス数字と27のボーナス数字で4等取れますぜ、というところですね。これ結構ね、あるあるなんですけど、なんかわかんないですけど、ボーナス2つで、本数字5つって一番悔しいよね、と言わんばかりの、感じではありますが。はい。はい、一応まあそんな感じでございました。そして、こちら。はい、出現が少ない、アンダー5、ここから難しいもの出ましたかというのが、意外とね、5列目33が出たんだぜ、というところでございます。結構ね、やっぱりまあこの、ここの表で10回以上出てるものっていうのは、ちょっとまあこの買わないっていう選択肢から外すっていうことは大事だと思うので、33と20、ここはちょっと要チェックしといた方がいいかなというところでございます。では、トレンドの方なんですが、こちらでございます。はい、同じくこちらも教科書的にはどうだったんだろうかということで、1列1個ずつ抜いていたとした場合、7、17、14、28、35、そしてボーナス時13ということで4等取れますね、というところだったと。では、全体像だったらどうだったの？ 7、14、17、33、28、35、36、そしてボーナス13、そして27もあったということで、今回確実に間違いないのは、トレンドの流れだった。この表をテキストとして使っていた場合、上手に選ぶことができたとしたら、1等、2等、3等、ね、どれか必ず高額当選取れるんだぜ、というところで期待が上がっております。では参りましょう。私、エリア購入法、アミッキョーで購入した、本命数字、当選結果は、こちら！ちくしょう！はい、では反省会やっていきたいと思います。もうやだ。もうやなんですけど、一応これ見といてください。はい、これ削除数字なんですよ。めっちゃ取れてない？逆にこっちも惜しくないっていう話ですよね。ボーナス数字1個でも来てたらこっちで取れたぜ、というあんばかりなんですけど。最近だから僕ね、削除数字選びがほんと下手くそになってて、ちょっと困っているんですよね。なんかある意味ちょっと、冒険心で言ったら、まあ一つの桁全部潰すみたいなパターンも、まあ一つありなんかなと最近ちょっと思い出してますね。最悪1個じゃんと。最悪ね、1個だろ、というところで、まあ、そこですよね。まあ、結局だからなんか、
自分が多分僕がずっと買われてないんだと思うんです。一応緻密に選ぶようにはしているんですが、そこが多分間違ってるってことは、それは間違いだよっていうことですよね。そこに固執しちゃダメなんで、まあ次回からちょっとこう大胆にね、やっていこうかなと思っております。はい、では、まず変化法、どうだったのというので、今の流れこちらでございます。一応表で見ていただいて、紫色のものですね、これが一番新しいものだよということで、まあなんかごめんなさい、新って書いてあるんですけど、親って書いてますね。新違いですね。すいません、来週には直しておきます。はい。で、まあ今回だからちょっと難しかったんじゃないっていうのは、まあさっき言っていた、まあ、アンダーファイブから出てたものも難しいなっていうところなんですけど、変化法主体で選んでいた場合、7ですね。7がちょっと取りにくかったんじゃないかという雰囲気はありました。で、他のもの番号を見ていると、大体まあ何かしら4回分のお隣のものが多いので、まあここは別にそんなに難しくなかったのかなって感じはするんですが、まあ7はちょっと厳しかったんじゃないっていう雰囲気ですね。はい。では、実際ここからどうだったの？重複分関連、全部ですね、貯金4回分のものと両隣のもの、含めた34個の中だったらどうだったのっていうのがこちらでございます。はい、一応ここ運が良くて4、14、17、28、33、35、そして13と27ということで2等なんですよね。はい、2等だったので、やっぱりまあ一つ7が変化法主体だったら抑えれなかったので、悔しい思いをした方も結構いらっしゃるんじゃないかなというところでございます。で、私ですね、今回、まあ、考案していた削除数字、ここちょっと話、よく聞いていただきたいんですけど、こちらですね。はい。一応今回の統制番号を上に書いていて、削除しにくい番号、そしてトップ5、そしてトレンド、トレンドの3回以上、そして削除見込み、これは一番下の変化法ですね、なんですけど、一応ここ見ていただくと、これ、ちょっと悔しいよねっていうところで、まずね、削除しにくい数字13番。これはまあまあ、その削除しにくいから、これやめた方がいいよねっていうことで、削除しなければいいわけじゃないですか。で、さらにこのトップ5のところで、5つのあるうちの2つですね。14と33あったと。で、トレンドの方ですね。ここ8個あって、の中に2つあったと。で、トレンドの3回以上、ここ7個中、これも完璧だったねというところですね。で、変化法少ないね。3つ、5、6、7。このね、たった3つの中に1つあったんだと。というところで見ると、これね、見てください。はい。見てください。この悪運の強さね。なんとも言えんぜ、というところなんですけど。って、もう、ですよね。まあ、だからさっき言ったように、だから反省点とすると、まあ、妙にここからバカおっと選ぶのも、まあ、一つありだとは僕は思ってるんですけど、ただまあ、まあ、なんかわからないけども、まあ、まず運が悪いというところが、見え隠れしている部分があるので、まず絶対に、まあ、削除しにくい数字っていうのは、まあ、これはもうカットするのやめようねと。これはもう要は本命数字に入れなさいと。で、残りですね、それを加味した上でトップ5トレンドの2つと変化法を、入れていけばいいんですけど、でもそれでもまだ難しいよねというところなので、じゃあそこから、まあ、今、まだ、未だにね、やってはいないんですけど、ロート7の1つの桁全部カットみたいなね、まあ5つぐらいとかでもいいんですけど、ただ難しいのは、だから前半後半っていうね、考え方があるので、そこもまあ、こうどう分けていくかっていうところも難しいし、まあでも、現実考えたら、まあ30番台カットかな、が一番いいような感じはするんですけど、まあとはいえやっぱ30番台も結構出ますから、なんとも言えないよねっていうところなんですよね。だからまあなんかちょっと自分なりに対策をちょっとね、考えていきたいなと思っております。そして、今回私の回目なんですが、こちらでございます。はい、まあ、なんかね、ちょっと歯がゆい。ちょっとごめんなさい。今回、表を、プリントアウト、コンビニでするのを忘れまして、時間がなかったので、前回のやつの裏側に、スーって書いたんですよ。スーって書かせていただきました。はい。で、まあ、なんかね、近いんだけど惜しいっていう、結局だから削除数字した場合って、どういったデメリット出ますかっていうと、数取られるとかなりむずいぜっていうところですね。だからまあ、今のところ僕の課題は、やっぱりその削除数字10個するっていうのを、まあ完全にミスないようにやるっていうことが大事になってくるので、まあそこが、むずいって話なんですけどね。まあこれができたらまあ結構ね、もっと、当選確率上がるとは思うんですが、まあ悲しいところでございます。はい。では、ここまでね、当選結果、振り返っていきたいと思います。こちらでございます。はい。今回ですね、なんと1等1口10億円出ております。おめでとうございます。すごいね。いいっすね。ロト7の醍醐味って何って言われると、当選金額のデカさっていうより、僕思ってるのは、要は金曜日に結果分かるじゃないですか。土日、まあ、銀行が、お休みなので、多分振り込みは入らないんで、月曜日ぐらいに多分入金、ネットで買ったらね、入金になるし、取りに行くにしてもどっちにしても平日に行かないといけないわけじゃないですか。ワクワク感すごいだろうね。とりあえず多分土曜日1日は一旦、まあ、
ね、お酒飲む方いないか飲まない方いらっしゃると思うんですけども、とりあえず一旦断酒していただいて、冷静になった上でいろんなプランですね、考えていただくと。例えば車が欲しい人だったら、まあ車買うのもいいんだけども、じゃあ今1台持っていて、その車をやめて新しい車を買うのかとかね、いろいろ考えたり、お家のマンションね、それが賃貸だったりしたら、いやもうマンション買っちゃおうかとか、いや一軒家買っちゃおうかとか、なんかいろいろね、こう想像膨らむわけじゃないですか。10億円ですから。10億円ですよ。やばいっすよ。多分もう考えれる領域じゃないです。ただでもこれクレバー先生も言っていたし、自分でも試してみてそうだなと思ったんですけど、ひとまずまあそもそも10億円のもの買おうって思ってる人なんか少ないわけじゃないですか。なのでなんか1個でいいと思います。なんか1個その当たるまでにあれ欲しいよなって思ってたもの、それは買った方がいいです。でそれでちょっとこう妙なね、こうぶわーってこう湧き出る欲を抑え込めますから、まあそういったことをやる、こう、土日を楽しめるっていうのは、僕はもう、すごいこのロトセブン金曜日開催っていうのが、もう、僕はむちゃくちゃいいなと思ってますね。なんかこう、心のこう、絶対乱れると思うんですよ。絶対乱れるんで、そういったところの、まあごめんなさい、めっちゃ話長いんですけど、まあ、楽しみ方もあるよというのがロトセブンかなと思ってます。はい、いや、本当におめでとうございます。そして、2等ですね、24口出ていて、3629,800円、3等が216口出ていて、564,600円、4等が9142口出ていて、7,800円、5等が13万飛び、819口出ていて、1300円、6等が23万飛び、481口で900円、キャリーオーバーが、1億2507、キャリーオーバーがですね、12億5762万6450円でございましたという形で、まあ次回もまだね、キャリーオーバーあるので、まあここはここで全然、よしとしましょうかというところではあるんですけど、いや、本当にでもこの10億円取った方、本当おめでとうございますよね。しかもなんか一口っていうのがまあ味噌なんですよね。こう中で二口に分かれちゃいました。金額なんかちょっと割れました。ってなるわけじゃないですか。そういうの仲いいんで、まあ良かったなと思うんですけど、まあ、いつかね、自分もこう動画で、自分が当たったんだよっていうところをね、お見せできるように、頑張っていきたいなと思っております。では皆様、来週のロト7でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。